ガイエルです違うか、吉田サラダです。ウィラブスワローズということで、4月10日ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ1対2で負けてしまいました。悔しいですね。相手先発の戸郷投手にいいピッチングされちゃいましたね。こちらの先発ヤフーレ投手、まあまあまあ粘りのピッチングでね、今回も安定した投球してくれたんじゃないでしょうか。ソロホームラン2本打たれましたけども、試合は作ってくれたんで、まあまあまあ心配はないかなと、これからも期待できるなという感じです。でもね、やっぱり相手の戸郷投手みたいないいピッチャーをね、崩してこそ優勝とかね見えてきますから、やっぱりこういうピッチャーを攻略していかないとダメだなと思います。次はね、ぜひ戸郷投手と当たった時はコテンパンにやっつけてほしいなと思っております。まあね、8回ですよね。8回の表ピンチで丸山投手出てきて、希望通りのゲッツー取ってくれて、うわこれは流れこっち来たねって思ったらね、実際ランナー出て丸山選手もちゃんと送ってくれて、ワンアウト2、3塁こっから1点しか入れられなかったっていうのが辛いですよね。惜しかった。長岡選手のあの打球ちょっとずれてたらね、もう結果変わってたと思うんですけど、まあ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 今回はしょうがないなと思っております。まあまあ明日から切り替えて頑張りましょう。明日の先発はライアン小川投手です。ライアン頼みますよ。絶対勝ちましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。